クラフティの極意は社会の不満や自分の中に分けられる言葉をガツンとぶつけるんだ。やってみる。才能あるんだよ。すごい。2回目のヒップホップのブームが来ていて、この流れに乗らないやつはバカってこと。率直に言うと、このままでは卒業祭でいいんだ。私少し後悔してるんだ。なんであの時ユズにスプレー渡しちゃったんだろうって。あの子だった。あの子がやってたんだな。へい、よ、乗ってるかい、乗ってるぜ。